本日は愛知県東郷町から参りました水谷工業株式会社の代表の京極と申します、はいえーと。建設業における多能工ということでその実例を紹介していただきたいというふうにご依頼いただいたものですから。あの まあ私でも大変小さな会社ですし、もしかしたらこの中であの弊社とお取引をさせていただいているお客様もいらっしゃるのかもしれませんけれども、おお三十分四十分ほど弊社の取り組みをご紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。えまず次第ですが、あ最初に我が社の概要をお話しさせていただきます。そしてえまあ我が社だけではありませんけれども建設業 の皆様方のその外部環境というものを少し確認をしてなぜ多能工が必要なのかということをお互いにこうまあ、意識付けをさせていただきたいと思っています。そして実際の取り組み内容で今後についてはどうかというところまでお話をさせていただこうと思っています。まず最初会社概要です。ヤゴが水谷工業株式会社です。 まあ私、実は2代目の代表者でして先代創業者があのバイクの事故で14年前、もう15年目に入りましたがバイクの事故で急に亡くなってしまったものですから私が娘婿だったんですけれどもそのたまたま,まあ半年前に結婚をしたということがありまあ会社はあの決していい状態ではありませんでしたが たくさんの職人さんがいらっしゃったものですからなんとか私で引っ張っていこうということでついで14年目15期目にちょうどこの年明けて入っております社員数が正社員21名、まあ、多くが職人さんですで外中の弊社の仕事だけを受け入ってくれる職人さんが3名でパートの事務員さんが1名という所帯でやっております業種は後世工のアンカー業です 主に耐震工事、補修工事、メンテナンス工事というのが主なマーケットになっております。主力商品はま学校、庁舎、共客、そしてマンションなどの耐震改修の物件ということになります。え続きまして売上です。ま4億弱、例年こんなもんです。粗利益が粗利益の率が56.2％。これは売上から仕入れと それから外注のの費用を引いたものがああです。まあ、あ,のあ,らあらりというふうに言う場合もありますけれども荒利益率が56.2%経常利益率が3000万円程度率として 7%8% 程度でしょうかで自己資本比率が80.3%実は15年前に私が会社を継いだ時は会社の売上年商等同じ分だけの借金がありました。 ですから月賞借り入れ倍率が10ヶ月という会社だったんですがあの本当に職人さんがです、ねえー、丁寧に仕事をしてくれて本けさんのご指示をたくさんいただけるようになりまして業績がどんどん回復して現状,現状では借金ががない状態にままでで持ってくれることができました平均年齢が私も含めて37歳私は昭和40年生まれの53歳なんですが全社では37歳私を含めて。 で職人さんがいる、在籍する工事部で,では、三十三歳です。あの毎年、毎年、新卒の大学生の採用を何とか試みようということで、この十四年目、十五年目、やっております。採用が叶う時もあるんですけれども、おまあ、皆さんもおそらく体感しておられるかもしれませんが、地元の製造業の皆さんの採用枠が広がると。 建築土木の過程を大学で勉強した子たちも機械の方に行ってしまうというのがまあ非常に大所ところでして優秀な子たちとの接点まあたくさんあるんですけれどもなかなか毎年1名2名の職人さんになってくれる若い子たちを採用することがかなわないと取れる年もありますが取れない年もあるというのが現状の我が社のレベルであります。 建築と土木費です。建築が五十二パーセント、土木が四十八パーセント。これは売上の比率です。これも前期の数字なんですけれども、今期に関してはおそらく土木の方が割合がこの逆になるのではないかなというところで推移をしております。はい。から取引先の口座数が約六百口座あります。これあの。 大手さんのゼネコンさんですと名古屋支店、豊田支店とかもしくは建築と土木でこう口座が分かれるものですから600社という意味ではありませんけれども大体、社数で500社程度とのお取引をさせていただいています実はこれも多農工ということを始めてから非常にお声がけいただくことが多くなりました。 えー、あと施工のアンカー業というだけではやはりどうしても限界があり特に建築のお仕事。 をやることが以前は多かったんですけれども大体7年8年前まではおそらく土木はほとんどありませんでしたけれどもお夏にまあ学校耐震がメインの商品でしたので前半戦で売り上げが上がるんだけれども後半戦はいかにお金を使わずに1年間終えるかというような経営のスタイルでしたが多能工ということでさまざまなことができるようになってくると土木のお客様からも引き合いが増えて、えー、夏場と冬場両方売り上げのピークをつ 作れるようになってやはり経営が安定してきたように思います続いて、えー、私どもの会社が置かれているその外部環境から見た状況をお伝えしたいと思います、えー、ペスト分析というまああのこれはもう Google なんかで、えー、ちょっと検索してみればたくさんの事例が出てきますけれどもペスト分析の P というものがポリティクス政治という側面です 私どもの会社水谷工業という会社が政治にさまざまな影響を与えられているということです。 例えば建設業の改定先ほど古田先生のお話でもありましたけれども社保年金をどうしていくんだということが例えば、まあ、私どもの同業者の人たちは大変大きな問題だというふうに認識をされていて利益が出ないとか、まあ、なかなかいいお給料を払ってあげられないというようなことを業界の集まりで聞きますけれどもまた働き方改革というのも大きな問題です。これは政治からのの影響続いてペスト分析の、e、が エコノミーです経済これは先ほどあの一番最初に、えー、国交省の方からあー賃金が上がってきたよと,も、えー、と仕事量も増えてきて人数が増えないから大変ですよねというご説明ありましたけれども中長期で見るとやはり建設業は人が人口が減りますから そのマーケット自体は収縮していくんだろううというふうに考えからまあ公共工事それから民間の投資もともに減っていくんだろうなというのが経済からの私の会社水谷工業に対する刺激です。からインフラの整備これはまあ私どもの今のメインの,その土俵なんですけれどもこういった仕事に関してはおそらく今後もある程度のマーケットのボリュームがあるんだろうということです。 からペスト分析の S がソサエティ、社会からの影響です。実はこれが非常に大きくて、ですね、品質の偽装改ざんということは、まあ、建設業よくよく言われるところですけれども、それよりもさらに大きいのが就業者が減っている、そして若者が入ってこないということです。えー、社会的になかなか認めていただけない業界になってしまい、えー、まあ特にその新卒の大学生の募集をすると、 本人は興味を持ってくれても学生は興味を持ってくれてもそのお父様や特にお母様が絶対にダメやというふうにして入社を断ってきなさいというようなことがまあまああるんですけれども、えー、人気のない職種になってしまってですね、えー、非常にまあこの社会的な地位が低くなってしまったことに対する刺激というものが大きくあります。続いてペスト分析の、T、がテクノロジー技技術術開発です技術革新 これはまあ AI やロボット、それから業界独特の特許やそれから独自広報で囲い込みをしていこうという動きがありますけれども、こういった四つの側面からまあ我が社がどのように対応していけばいいのかこの中長期にわたってということが挙げられます。でたまたま水谷工業は私が代表になったときに一人親方だった職人さんをすべて正社員にすることにしました。えー、まあそれは大きな要因はあのー、採用の 活動の中で一人親方という制度が当然大学生の人たちには受け入れられないだろうということでまあ一つはそれかあのきっかけとしてあったんですがもう一つは今日フラス先生がおっしゃったあの一番最初の資料のところにあった衛生要要因因動機づけ要因これはハーズバーバグのあの仮説の理論ですそれからああまあ下の次元から上に上がっていくマズローの欲求説ああいったものをさまざま勉強してみるとああなるほど建設業は 仕事が多い時の効率性を求めたそんな仕組みで動いているんだなということが分かりそれをあえて外して考えてみることにしました結果まあ多くのスタッフが残ってくれて今では退職者がほとんど出ないという会社になりましたけれどもとりあえずこの建設業の改定ということにおいては我が社はクリアできている状態であります しかしながら働き方改革え今年に入ってから年間休日を105日プラス有給5日の1十1 0日にしようというふうに取り組んでいますがなかなか成果が出ませんえ。というのは出づらが減りますから売り上げが下がっていったりもしくは外注さんにお願いするでも外注さんすら見つからないとそして元請けさんに迷惑をかけてしまうというようなことがまあまあ起きています。よってこの働き方改革についてはまだまだ課題が残っているという状況。 官ともに投資が減っていくということもこれも非常に恐ろしい現実です。まあ、インフラの整備というところでは私どもずっとこの仕事をしておりますのでなん、まあ、とか対応できているんではないかな。まあ、社会に対しては品質偽装改ざんこれは正社員の採用で実は OJT および o フ j t 社外でのモラルだとかしつけだとか正しさに対する教育ということにも時間とお金 あのコストをたくさん使っておりますのでそういった意味での心配はあまりありませんがしかし採用ですね自分の会社の平均年齢が毎年毎年上がっていくということは5年先10年先を考えた時に若いスタッフ若い職人さんたちの未来が暗くなっていくということと他なりも、まあ、あの同じ意味になりますからなんとか若いスタッフを採用するそんなスキルを身につけたいと日々頑張っております。 はいでえー、このペスト分析外部環境から自社を見た時に必ずしもいいことばかりではありませんどちらかというと大変なことが多いんですけれどもしかしながらその大変なことというのは我が社だけではなく同業者の皆さんもやはり同じだろうとそう考えますとこの逆風の中に自社の課題がありそしてそこにチャンスがあるんだろうなというふうに考えています。 これは自分たちの力では何ともできないから例えば採用の活動にしてもだから大手のリクルーティング会社に丸投げでお金で解決しよう確かにそれも手っ取り早いんですけれどもそれだけではなく自社の中に若い人たち優秀な人たちを採用するスキルを何とか作り上げていきたいなというふうに思っています。 よって単行手ではなくさまざまな仕事を通してさまざまな施工ができるスキルを通して世の中に貢献しているんやということの方が学生さんは非常に魅力的に感じてくれますのでその意味でも多能工というものは大きな意味があるように思っています。 この外部環境、まあ、ペスト分析の結果です、ねえー、を対応するために、まあ、この助っ人化業というのは我が社の企業理念なんですけれども現場監督さんの役に立とうと現場監督さんに貢献しようという気持ちで日々仕事を現場で職人さんたちがしてくれておりますがこの助っ人化業という理念のもとを経営基本方針 施工電票に乗らない価値を提供するから施工者の職人さんの人間的な魅力で差別化をするから寄ってたかって人材育成という3つの基本方針というのが、まあ、会社にあるわけですがそれを忠実に守りながら 各都市の方針や目標を設定しそれを工事部営業部管理部に落としそしてさらに個人もちろん職人さんも含めてですこの1年間でどんなことをやっていくのか何を達成するのかといった PDCA を回すことでそして一、えーまあ、人一人の人事効果に生かしていき最終的には、えー、俺が もっと立派になれば会社にも貢献できるしさらにお客様である元請けさんやその先にいるその建物を使う人たちにも貢献できるんであろうということを意識してもらうようなそんな会社の中での活動を続けております。い、えー、いてて <coughs> 実際の他農へののの他へ取り組みにについてです、えー、まあ資料の方ももあるかもしれませんが本業の あと、施工のアンカーでの売上がだいたい三十七パーセントです。これ前期ですね。で、えーま、やや近い中には、そのアンカー屋さんでも、こういった仕事をやっておられる方、おられます。けれども、コンクリートの作工工事です。これ、は多くは土木での作工工事です。けれども、十九パーセントの売上があります。 そしてその次にモルタルこれ耐震工事に欠かせないあの無収縮のモルタルの注入ですとかもしくは橋梁なんかの補修工事でモルタルを使いますそういったものの売り上げそしてえ実はその他の工種ということで繊維シートの貼り付けやあ鉄筋工事大工工事えその他諸もろもろさまざまな工事をお客様からご依頼をいただいてえそれをなんとかやっていこうということで仕事をしている最中です。 このその他の講師というところがやはり年間通して仕事を受注できるというところにもなっていきますしもちろんそれなりお金をいただけるなりの仕事のレベルになるには当然トレーニングも必要なんですが、えー、おかげさまで。 弊社の職人さんたちは非常に若いというところもあるかもしれませんが一人一人が自分の適性というか自分がやってみたいと思うこう仕事に責任者を決めてそしてまあフラ先生がおっしゃってくれたようにチームとして全体として多能工というようなあ仕組みを作って動かしています、えー、特にあのモルタルを触るセメントを触る仕事というのは あのどちらかというとその躯体工事が多いもんですから仕上げの部分で使われる仕事というのはあのわが社の中で今非常に人気があるというかあのみんなやってみたいというふうに思ってくれている講師であるようです。ついてお客様の売上構成です。えー、S 建設様が11%、A 建設さん5%、Y 建設さん5%、I 建設さん4%というふうで、あの。 実は弊社は20年ほど前大手のゼネコンさんに売り上げのどうでしょう先代創業者が考案したある特許の広法を大変評価をしてくださってその耐震工事のある特許の広法でもう年がら年中売り上げを作っていたという会社でした商品が非常に強いとですね特許広法のような。 営業マンの実力ががだだんだん下がっていくわけです営業スキルがなくても自動的にその仕事が来ますからで、えー、営業マンがどうなるかというと他のお客様にアプローチをしなくなるわけです要はその接衝をしなくなるよってどん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 そのお客様の売り上げが上がっていってしまってで実はそのお客様があ会社がうまいこといかなくなったんですね。で当時はまあ2億何千万の売り上げだったように記憶していますが、えー、4,000万の回収不能金が発生しました。 潰れると思いましたまた先に工事の代金だけは職人さんにお支払いをしていますから4,000万プラス数千万2,000万ほどでしょうか職人さんに対する支払いというものが発生して往復で往復ビンタというふうによく言いますけれども6,000万ほど現金がなくなってしまったという状況になりました。 え非常にあのピンチだったんですがまあそれを契機に少しでもお客様の数を増やそうとお客様の数を増やす当然営業活動大変ですし実は弊社ではあの現場で施工する職人さんにもリピートの営業をするというリピート活動というものは職人さんの仕事の範疇に入っているんですけれどもそれぐらいまあ営業に対するセールスに対する意識づけはできている会社だとは思うんですがなんとかあのお客様を増やすために 結果的にはその多能工といいうのが非常にに有利に働いたように思いますあと施工の安価屋さんだけでは単純に例えばまあ3部の天井のこの経点を吊る用の安価一1本いくらと「あ,あお宅高いね水谷工業さんってそういう会社だったんだね」ということでそこでお客様との接点が終わってしまいます。 それ以外のさまざまな講師ということで、えー、みんなが訓練をして実は職人さんが毎日の仕事をした後施工伝票にサインをいただくんですけれどもそのサインをいただく時に初めてお会いした現場監督さんであれば名刺の裏に書いてある施工の講師の説明をしてこういった工事もやっていますからご要命の時はご連絡くださいと営業マンではなく職人さんがそのように伝えてくれてお客様を増やしてきたという経緯があります。えー他の 非常にあのある意味でハードルが高いというふうにお考える方もいらっしゃるかもしれませんがあお客様に喜んでいただく世の中に貢献できるその幅が広がると考えると非常にやりがいの領域のお仕事だというふうに考えられます続いて、えー、多能耕のメリットというものを少しお,お伝えしたいと思いますえっ、ー、とまず荒利益率が跳ね上がります 当然のことながら外注さんにお願いしていた仕事を自分たちで処理できるわけですから外注さんのコストがなくなる分粗利益が跳ね上がるということになります。弊社の職人さんは全員が 正社員ですからあその彼らのご給料というものはいわゆる部係りですとかその仕事量出面というものによって決まりません違うところで決められています例えば部下の育成だとか資格をどういうふうに取っていったとか自分の目標をどの程度達成したとかということで決まっていきますから固定費です完全固定費あのもちろん賞与やあ決算賞与はその、まあ、利益が残ったものの分配になっていきますけれども、えー、結果的には あら利益率が跳ね上がり粗利益の額が増えていき昨年は私を除いた私を除いた全社員さんの平均の給料が500万を超えることができました。あのまあ、決算もも、含めてなんですけれども お金儲けのためだけに仕事をしているわけではもちろんありませんが頑張ってくれている職人さんに多くの賃金を渡してあげられることというのは非常に嬉しい代表者として嬉しいものですしこの粗利益率がいかに上げられることができるかというのが大きな経営者の仕事のように思っています。手待ちなどどどのの機械損失が減るこれれは先先ほどフラス先生のお話事例にももありましたけれども 鉄筋工事とアンカー工事そして片枠、大工のお仕事この取り合いというものが非常にまあ難しいというか、まあ、よく問題になったりするんですけれどもそれがまあ大きな工事ではでき,あのできないことが多いですけれども耐震工事や補修工事などの私たちが主力としている案件では十分うちの職人さんたちでも対応ができるようになってきました。よって機械損失が減り、えー 工程の短縮が可能になると、まあ、元受けさんに貢献できるということになります、えー、顧客数が増加するこれは先ほどご紹介したとおりそして仕事量が平準化するそして実は営業コストが減ります一人の営業マンが一つの現場でアンカーの仕事を取りに行くだけではなく同時にいくつかの仕事を受注できるということはその営業コストが減るわけです、まあ、これも非常に大きいように感じます 上に「プロフィット」と書いてありますがプロフィットというのは我が社水谷工業のこれは利益という意味です。水谷工業の利益でこれを得るためには先に「ベネフィット」を提供しないといけないということを教えていた。だきました。ベネフィットとはお客様ゼネコン様その現場監督様のその利益という意味です。 ベネフィットを先に提供することで初めて我が社のプロフィットが得られるよということですではまあ現場監督さんのお客様のベネフィットは何か現場監督さんの段取りの数が減るということです5つの業者にそれぞれの打ち合わせや まああのその仕事の段取りを伝えるということを水谷工業の職長一人でそれを全部理解してくれたらそれが非常に助かるわということです。まあある意味丸投げしといてもいいな君のとこだったらとか,から現場監督さんがおっしゃることこれも多いです。価格の交渉が減るとということですやはり私もですね外注の職人さんを時々使うことがありますけれども価格を負けてくれと。 安くしてくれというのは非常に言いづらいですしできれば、古袖があればたくさんのお金を払ってあげて気持ちよく仕事をしていただきたいわけですけれどもやはりそれは現場監督さんも同様でしてよって価格,の価格交渉の数が減る水谷工業一社窓口一つだけですからあとはもう自分の会社の中で全てそれができるのであればその方が楽や精神的なストレスや嫌な思いをしなくて済むということをよくおっしゃっていただける。 あのそういった事例がありますから3つ目、えー、ほうれん草確認の一元化実はこれがあの我が社は一つの強みととしているところです、えー、施工の技術とか施工のスピードというのは見ていれば分かることですがこのほうれん草や確認の <laughs> 一元化というのはなかなかライバル社さんが見ていて「あここ水谷工業さんの強みだよね」というふうには理解しにくいところなんですが。 1一つは IT を使います。で一つはあ、まあ、非常にその回数を多くするほうれん草もしくは確認事項の回数を多くする実は職人さんが現場に行く前日から確認事項というのは始まっていまして、まあ、安価屋さんの特徴もあって、えー、急に現場に行く急にあの 施工しににくとといいいううご依頼が多いので特に確認事項というのは大事になります天井高の高さですとか電源からその施工箇所の距離だとかさまざまな確認事項があるんですがそれを一つ一つやることでお客様に対するその信頼感とかあお宅はそこまでいろいろ気を使ってくれてこんな少数のアンカーを打,って打ちに来てくれるんだなというふうに言っていただけることがありますけれども、えー、実は施工以外のところで私たち工事屋さん が現場さんに貢献できるところというのは多くあるのではないかなとこの多能耕という取り組みを始めてから非常に強く思うようになりましたでこのベネフィットというものを先にお客様に提供するがゆえに多くの自社の水谷工業にとってのプロフィットというものがいただけるようになってきたように思いますよって 先にプロフィットを得るサンダウンをするのではなく先にお客様に現場監督さんにベネフィットを与えるそのトレーニングをしていく必要があるんだろうなということですえ先ほどのフラータ先生の話でいうとまあそのあたりがオフ JT なんかで獲得できるスキルではないかということですはい。え他能広域性のためにまず前提条件としてえ将来に対する 健全な危機感を職人さんに持っていただく必要があるように思いますどういうことかというと自分はアンカー職人で20年のキャリアがあるだから俺はずっとこのままアンカー職人でいいんだというふうに一旦自分の手の中に入れた技術に溺れてしまうことってまあまああるように思うんですけれども20年前にアンカーの仕事を覚えた当時の職人さんの まあ時代背景というか経済背景と現代では当然違いますよってえいかんこのままじゃまずいかもしれないな。 という健全な危機感をいかに持っていただくかよって、まあ、我が社ではさまざまな勉強会で職人さんに先ほどの,あのペスト分析のような情報をみんな,と伝えみんなに伝えていってどうするこうするなんてことをよく話をするんですが健全な危機感を持ってもらうことつまり、えー、ぬるま湯に浸かっていてはいけないなということを職人さん自身が感じてくれることが重要だというふうに思っています。 続いて現現場場の監督さんそして現場自体に対すする貢献意欲が必要だと思いますあの先ほどのフラスさんのお話の中でも一部ありましたけれども私はあの自分の生計を立てるためとかあ他の職人さん仲間の職人さんよりも余分に稼ぐためというモチベーションより、えー、世のため人のためとか 例我が社は特にその学校耐震の時小学校中学校の耐震工事を非常に数多くやったんですけれどもこの建物をこの学び屋を地震が来てもきちんとその子どもたちを守ってくれる建物に貢献しているんだ自分たちの仕事はというような貢献欲ですね社会にもしくは公に対するその貢献欲みたいなものの方が わずかな稼ぎの差よりもモチベーションとしては大きいように思いますでそういったところを絶対、まあ、私、まあ、である代表者である私や上司が見逃さなければそこに適切な刺激を与えてあげれば職人さんたちはあの決してすごくない自分の体を使って朝から晩まで本当、うん、に泥まみれになって頑張ってくれるあの優秀な若い衆なんですけれどもうちのスタッフは。あのそういった子た子ちのお 本当の意味での美しい面というかえ本当の意味での声をかけてあげなければならない部分というものにまあまずは私が敏感でいたいなというふうに思っていますから前向きさひた向きさですまあこの前向きさひた向きさというものが欲しいがゆえに新卒の大学生の子たちを採用しています別にあの 考察や中卒がダメか方そういう意味ではないんですが1つあの大卒の子たちを採用するというのは、まあ、先代の創業者の時からあーまあこだわりがありましてです、ね、ずっとそうしてるんですけれどもあの実際に若い子たちが会社に毎年入ってきてくれますと会社の中の空気がやっぱ変わるんです。で、えー 兄貴分制度、まあ、1年生が入ってきた2年,あの2年生の職人さんに対して3年目4年目5年目の兄貴分というのをつけてそこで教育訓練をずっとします施工だけではなくて車の運転の仕方や名刺交換の仕方また時には食事に連れて行ったりしますけれどもその時のおー、まあ、ビールの,その,あの注ぎ方とかご飯を食べた後のその食器の片付け方とかそのあの。 お店の中でねそういったことをきちんと兄貴分が教えてくれてそれを素直に受け取ってくれるというのはやはりあの若いうちの方が抵抗感がないように思いますから、まあ、この前向きさもしくはひたむきさといったものは人材の育成にあの他の,の育成に欠かせない部分だろうなというふうに思っていますそして職場のの支支援援と先輩の支援です。 私は自分が職人さんではありませんで故に職人さんんにに直接施工のテククニックを教えることができません非常にもどかしくなることもありますしかしながらあその職人さんが立派になっていく多能工になっていく例えば後輩の見本になるような職人さんになっていくその環境を整えることは職人さんではない私でもできるだろうとよってさまざまな仕組みを会社の中に作り込んできましたが、まあ、こういった前提条件があ,るあれば 普段は、まあ、以前はあのアンカーの一人前の職人だということで、えー、余裕しゃくしゃくの顔をしていた職人さんもですね多能工ということでさまざまなトレーニングをすることで、まあ、ストレッチをするわけですストレスがかかるわけですけれどもそのプロセスを経てで現場に行って慌てたりお手上げの状態になるかもしれませんが結果的にはこれが大きな本物の多能工になるプロセスなんだろうなというふうに思うわけです。 え我が社の今20年選手の職人さんも会社に入った頃は当然混乱する領域だったはずです先輩に様々なことを教えてもらいながら現場に行きしかしその通りに現場の施工ができない混乱するわけですしかしその回数が増えることで様々な状況に対応できる本物の職人さんになっていったであれば 新しいアンカー職人さんがセメントを触ったり繊維を触ったり、ええー、まあざい木を使ったり鉄筋を触ったりという新たな混乱の領域に連れてってあげることで、それで多能工になっていくそのプロセスを決してええー、まあ省略することでいい職人さんを育成することはできないんだろうなというふうに思っています。まあ少しの職場の支援、先輩の支援というものがあれば、この多能工の育成というのはうまいこと機能していくのではないかなと。で何より世の中が それを求めている職人さんの絶対数が減り一つの物件案件が小さくなっていきますからであればさまざまな仕事を一緒にできる職人さんが重宝されるのはこれはもう自明の利ということになりますから、えー、ぜひあの施工をなりわいとしている会社さんはこれに挑戦するべきではないかなというふうに思っていますで最後に今後にに今ついてです。 これ外部環境のペスト分析、まあ、インフラの整備で今のところ弊社はあの仕事をさせてもらっているというお話をしましたけれどもこの働き方改革、まあ、あ昨年までは90を切る88とか87日の年間休日しかなかった会社だったんですが。 今期からは105日プラス5として働き方改革に少しでも5年後の実際に整備をされて施工された時にきちんとそれ対応できる会社ということで5年ありますけれどもまずはやってみようと売上利益が下がってもそれをみんなに体感してもらおうということで今チャレンジをしているところであります。 あのドローンなんかで、まあ、友人のドローンを使って建設関係の仕事をしている友人の会社に行ってさまざま勉強させてもらったりとかということをやっていますけれどもなるほどこれは足場もいらないし多くのコストがかからない非常に画期的な商品なんだなということを身をもって感じました。 えー、まだまだ建設業にはこれからも AI やロボットというものが多く入り込んでくるんだろうと思いますがこういった最新の技術やテクノロジーというものに対しても敏感でいいいいなななければならないという,ふうに思っていますそして何より就業者が減っていき高齢化が進むこの業界特に技能者のこの世界で何とか風穴を開けたいというふうに思っています。 えーまあ、学生さん新卒の学生さんを獲得するためにもっとりさまざまな手を尽くして、えー、今までやってきましたある非常に優秀なあ魅力のある学生さんがですね我が社に来てくれて是非、えー、お仕事をしてみたいとあの仕事を体はきつそうだけれども社長の考え方や、まあ、うちの,あの職人さんたちっていうのは何、えー、て言うんですかね 高校とか大学の野球部とかサッカー部のようなあの工事部の部屋っていうのはそんな部室みたいな雰囲気なんですあの現場から帰ってくると非常にわきあいあいとしていいことはいいけれども悪いことしたらもうあの殴ってもいいと、まあ、殴ってもいいというのはヘルメットかぶっている状態で上から叩いてもいいよというふうにはあの言ってあるんですけれどもそれぐらいオンとオフをしっかり明確につけている会社でしてでその工事部の部屋の雰囲気を見たある学生さんがいや僕は あのこういういいい会社で働ててみたたと思ってましたとパソコンやもしくはその数字のノルマを持た,持たされて営業活動をするんではなくうー自分の,その体を使ってきついのは分かっているけれども世の中に貢献できる仕事がしたいのでと、まあ、非常にあの有名な大学の優秀な学生さんでしたしかし残念ながら家に帰ってご自身のお母さんにお話をしたらやめなさいと。 あんたなんで大学まで行かしたのに聞いたこともないようなしかも 3K の会社を選んでくるのたま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 たそこの会社は人が欲しいから愛想よくしてくれただけだよということで結局その学生さんんとはは実は縁を結べなかったんです同じようにお母様がネックになることが何度もあってですね、まあ、当然あの 3K の極みのような仕事ですしハンマードリルを持って足場の上でコンクリートに穴を開けて、まあ、コンクリートの中の鉄筋にハンマードリルの先が干渉するとそのままこう自分の体が足場から放り出されるようなそんな危険なこともまあまあある仕事ですよってお母様の気持ちも分からんでもないわけですがしかし優秀な若者が欲しいと世の中に貢献している立派な仕事のはずやということで何かいい方法はないかということでずっと考えた結果 えー、お母様と、まあ、その学生様、まあ、うちの会社に来てくれて何名かよくあの興味を持ってくれるんです私こういうタイプでベラベラ喋りますからそうするといやこんな話聞いたことなかったから会社説明会でぜひ社長のところで話あの仕事がしたいと言って興味を持ってくれた子にある動画を渡すようにしましたこれをお母さんと一緒に見てほしいとで、えー、お母さんがおそらくこんな会社やめなさいって言うけれどもこの動画をもとにしてお母さんを君は説得するんやと。 いうふうふにこう課題を与えてですね、それで実際まあ何人か入ってくれたのも事実なんですがその動画を最後に見ていただいて、えー、私のお話を終わらせていただきたいと思います。はい、いどううもごご聴ありがとうございました。